さあ今日も始まりましたのんのんホスピタル。お相手は素敵な傘を持って歩きたいなのすけと、最近のすけさんのその前半のやつが独特っていうアンケート来てます。 D のんちです。よろしくお願いします。最近独特ですねって来ます、ね、あ、稀有な存在ですね、稀有ですね。それ何なのそのさ、いやいやいや、最初のさ、はいはい、一番最初だけさ、すごい元気じゃん。はいはい、うん、それな、どういう意味があるの？最初だけでも元気だったので、元気な雰囲気ないかなと。やっぱりそういう感じだったんだね、うん、予想通りか、うんうん、集中できない、集中、そっからね、うん、そこから集中していかないと。今日はあ、雨の降った日はどういう気分ですかについて、はい、はいはい、どうぞ。まず雨嫌いでしょ。まずは嫌ですね、うん、で、あれでしょ、雨男でしょ。雨男でしょ、うん、雨男については前話したから、まあ、散々ね、うん、雨の日の過ごし方、過ごし方ですね、はい、荷物を極力減らしますね。それをまず考えますね。荷物を減らす、うん、どれぐらい、あの、できるだけもうバッグも、バッグ？カバンも持たないでいける内容かどうか、いけないとしても持たずになんとかいける方法はないかを模索しますね。もう何十年も生きてるじゃない。はいはい、それなのにまだそんな段階で、そこにいますね。じゃあずっとそんなに考えてないですか？そうですね、そんなに考えてはないかな。考えてなぜかなと思ったんですけどね、聞かれてみるとね。なぜ雨だと物を少なくするんですか？カバン濡れたくないから、濡らしたくないからですね。カバン濡れちゃうんですか？その傘持たないんですか？傘差してても濡れるんですよね。なんか傘の差し方が下手なのかな。それもやっぱりもう発達障害ですね。そう、それだってカバンを濡らさないってことができないってこと、ね、すごいあれなんですよね。そうそう。じゃあなんでカッパ着たらいい？好き好き。でも普段は着ないな、カッパ。好きじゃないな、やっぱ蒸れる、好きじゃない。そもそもがさ、天パでさ、なんか嫌なんだよね、雨って膨らんでくる。それはさ、自分のさ、髪型をさ、周りの人が気にしてるっていうことを思ってるからってこと。いや、見たこと、顔を見たことない人にも教えてあげようかなと思って。僕は天パです。あの、ちゃんと話してもらってもいいですか？はいはい、あのね、意味が通じない、全然意味が通じない。顔を見てない。雨が嫌いな理由の一つが、うん、天パでね、うん、だから、うん、それは人に対してどう見えるかを気にしすぎてるってことでしょっていう話を言ってた。あ、そういう意味ですね。はいはい、今違う感じでした。どうだったの？違う感じで、あの、君が、うん、天パ感を、うん、みんながそうなんか知ってる知ってないだと思い込んでんじゃないのかっていう話かと思った。そういうことじゃないね。うん、違う。違うね、違う。うん。どうも見られてるかを気にするの、うん、はい、発言だったことですね。うん。どういう感じの？そういうのを知らせたくないと。自分が天パっていうことを雨だとバレちゃうから嫌だ。天パはバレてもいい。なんか、天パバレていいんだったら。膨らんでんのが嫌だ。膨らんでんのが嫌だ。膨らんでんのは嫌だ。そう、膨らんでんの。じゃあ帽子かぶったらいいじゃん。そうなんだよね。帽子をかぶらないスタイルの時もあるんですか、うん、帽子かぶらないスタイル。でも嫌なのをそう避けるための行動をしないの。そうだね。そうだね。そうだね。いや、じゃあ、してねえかな。なんかこの番組、だんだんなんか、のすけの変なところを探す番組になってるんだけど。なんか、いつも辻と妻が合わない。変なところを探す番組だって。変なところだから、普通じゃない。はい、はい。普通って何っていう感じだけど、ね。うん、なんか。そうだね。そう。嫌だったらね、対策を。まずだからさ、嫌なのに対策をさ、打たない、打たないとこあるよね、俺ね。うん。ね。そうそうそう。なんか全般的にね。うん。だからそんなに嫌じゃないんじゃない？うん。うん。うん。それはもうさ、ずいぶん前から気づいてんだけどさ。俺はちょっと今気づいたね。そんなに嫌じゃない。今気づいたの？そんなに嫌じゃないんだ。じゃあ、
いわ、うん、過ごし方って。そんなに嫌じゃないな、これ。じゃあどう過ごす、どう過ごす、どう過ごすね。嫌で考えてたからね、うん、嫌で、うん、どう過ごすか、嫌で考えてたらね、嫌だったんじゃない。嫌だ、考えたけどそんなに変えてないってことはそんなに嫌じゃなかった。耐えられないほどのことじゃなかった、ね、無理やり考えた。嫌とか嫌じゃないってそんな無理やりなの。だいたい直感的に嫌か嫌じゃないかっては、うんうん、思い浮かぶ。嫌だなと思ったんだけどね、うん、理由を考えたら大してなかったよ、うん、それはよく起きるね。そうなってくるとまた話がもう毎回毎回ねえねえ、まあ、そうなっちゃった今なっちゃった なってしまったなってしまったね。じゃあもうこの話終わりですか。雨から始めちゃったね。じゃあ雨の日は過ごし方、はいはい、あれ雨の日の過ごし方としては、じゃあどうなの。よく嫌いって言ってるじゃん。言ってるよね、うんうん、だけど嫌いじゃなかった。こもりたいよね。雨の日はこもりたい。こもりたいはこもりたい、うん、移動したくない。移動したくない、うん、まあなんとなく一般的な、まあ、そりゃそうだよねって感じ話でした。ということで、雨の日は移動したくない。移動したくないということでした。